コアサーカスということで、僕らのハードコアかどうかわからないんですけど、呼んでいただいてとても光栄です。でサーカスということなんでね、見せ物なんでね、騒いでくださいよ。このサーカスはジャンルはめちゃくちゃバラバラやと思うんですけど、唯一共通してるのは騒がしい音楽だということだと思います。だから皆さんも負けないように騒いで帰ってください。僕は大阪から来ます。台湾と言いますけどね、少なくとも大阪ではこういった企画はないと思いますので、皆さん、僕ら埼玉、熊谷はおるか埼玉初めて来たんですけど、誇りに思ってもらっていいと思います。どんどん騒いでくださいね。ありがとう、ありがとう。僕も騒ぐからみんなも騒いでください。挑発的な態度を取るかもしれませんけど、ステージ上の方はね、優しく声かけてください。別にあれなんで、そんな僕は普段のねしがらみとかフラストレーションを持って生きてますけど、音楽に関しては誰が何好きであろうと別に誰にも縛られることないんで、昔みたいにメタル聴いてたら広がったとかいうことも全然ないんで、ダサいとか踏み込めたら自分で全然知ればいいと思います。